はい、ということでですね、今日何やるかっていうと、タワーマンション、タワマンですよね。最近ですね、結構ね、タワーマンションに住んでる人がやばいっていうね、そういった話ね、よくちょっと耳にするっていうか、そういったニュースよく見るんですよ。なんかですね、これ、何を紹介していくかって、今日ですね、タワマンの2022年問題っていうのがあるらしいんですよ。まさにだから今年なんですけれども、これなんかね、以前から言われてたらしいんですよ。今日はね、こういった話をしていこうと思います。だからこれですね、タワマン住んでる人これ、大丈夫かっていうね、そういった話なんですよね。まあ、ちょっといろいろまずいんですけれども、今日はね、これやっていきます。はい、ということでちょっと早速ね、早速読んでいきます。これがですね、タワーマンションについて長い間懸念されてきた2022年問題は今後どのような展開を迎えるのだろうか。本記事ではタワマン済みの実情を探っていくと。で、これですね、まあ、2022年問題なんぞやった話なんですけれども、早速ありますけれども、これがですね、こうあります。日本のタワマン第1号と言われているのは1976年に誕生したヨノハウス。なんか意外ですよね。タワーマンション第1号なのに名前がヨノハウスって、なんかちょっとハウスじゃんみたいなね。ヨノタワーとかすればよかったじゃんね。なんかまあちょっとね、1976年に初めてタワマンがね、日本にできたと。それが高さ66メートル、21階建て、総戸数463戸の大規模マンションだと。ただね、1回ですね、これね、1回ね、これ1976年に初めてできたんですけれども、これがですね、一気にできた時期っていうのがあるんですよ、日本に。1976から始まってるけれども、これね、すごい一気にタワマンっていうのがバッと立った時期があったと。これがですね、こうあります。それから月日は経ち、1997年、建築基準法、都市計画法の改正をきっかけに、西新宿パークサイドタワー、センチュリーパークタワー、西早稲田シティタワーなどランドマーク的存在として首都圏近郊で建設ラッシュが始まったってことで、これ1997年ですね、都市計画法の改正っていうのがあって、そこからですね、タワマンがね、まあ、簡単に言うと建てやすくなったんですよね。だから1997年以降、一気にこうタワマンが増えた時期があったってことなんですよ。これ覚えておいてください。で、ちょっとね、補足なんですけれどもね、皆さんもちょっとこれ知ってる人多いと思うんですけれども、これね、マンション、まあ、建物ですよね。建物の高さっていうと、まあ、正確に言うと、容積率なんですけれどもね。これ、土地の広さに応じて建てられるですね、高さ、容積率っていうのは変わってくるって皆さんも知ってる人多いと思うんですけれども。だからね、広いところほど、まあ、容積率高いね、容積率が大きい建物を建てれるんで、ってことはね、結果的に高いマンションを建てれるってことになるんですけれども。まあ、こういったね、土地の広さに対して決まってるね、これだけの容積率の建物を建てていいよって決まってるんですけど、こういった規制があったわけじゃないですか。でもね、この規制が緩和されたってことなんですよ、さっきやった。1997年の建築基準法の改正、都市計画法の改正ですけれども、これがね、規制が緩和されたんですよ。これはこうあります。建築基準法が改正され、廊下や階段などの共用部分が、容積率、括弧、敷地面積に対する延べ床面積の割合の計算から除外されたほか、ね、そこはだからね、除外されたんで、共用部分とかね、廊下や階段の共同部分は、さっき言ったね、このぐらいの容積率立てていいよっていうのに除外されるから、さらに大きい容積率で高く建てれるってことになったんですよね。共用部分は計算から除外されたと。で、容積率 600%、日陰規制、括弧、高層建築物によって日陰ができることを防止するための規制が適用除外など、あ、日陰規制、これ除外されたんですよ。これもね、除外されたと。で、高層住居誘導地区制度が設けられましたと。だからあれなんですかね、これ。どこもかしこもってことじゃないってことですかね。高層住居誘導地区制度ですからね。まあそういった感じで、まあ容積率がね、ちょっと規制緩和されて、さらに日陰規制とかも緩和されてる場所があるってことなんですかね。で、一気にですよ。そうなると、要はね、同じ土地の広さでも今までも高いものを建てるようになったってことなんですよね。だからこう、建てる側としてはですよ、より高い建物を建てれるから、より部屋数とか設けれるじゃないですか。ってことで、まあ、建てて売る側としては割が良くなったんですよね。そういったことで一気にですね、だったらもうね、建てれるだけ高いマンションを建てて、いっぱい部屋設けて、いっぱい売った方が得じゃないですか。ってことで、一気にですね、2000年頃から本格的にタワマンが乱立し始めた結果、まあ、いっぱいだからみんな一斉に建て始めたってことなんですよね。1997年に規制が緩和されたんで、2000年後から一気にね、タワマンが乱立し始めたと。で、その結果、浮上した一つの問題がある。それが2022年問題だってことで、まあだからあれなんですよね。タワーマンション一気に建った時期っていうのがね、あったと。で、結果的に、そこからね、何年か経って2022年に一斉に建った時期があるってことは、一斉に問題がね、こう、何年か経って一斉にタワーマンションが、何、問題が出る時期があるってことなんですよ。わかりますよね。だって、同じ時期に建ったんだったらね、
なんだろう、こう年数が経って一緒に問題が出るのも立った時は同じだったの、問題が出る時期も同じになってしまったってことなんですよ。これが2022年って言われてるんですけれども、じゃあこのですね2022年、何があるのかって感じじゃないですか。2022年問題とは何ぞやなんですけれども、これがですね、一般的にマンションは築12から18年ほどで、これはちょっと別記事見たらですね15から18って書いてあるやつもありましたけれども、まあ、築12から18年ほどで大規模修繕を行うが、ことタワマンにおいて2022年はそのピークのタイミングとなる。そこで修繕費の積み立て不足などが露呈するであろうと囁かれてきたのが2022年問題であるっていうことなんですよね。これだからね、マンションにおける何年か経ったね、12年とか18とか書いてありましたけれども、まあだからね、マックスだいたい18ってのも同じでしたね。だからね、めちゃめちゃマンションが建ってその後18年後とかに出る大規模修繕の問題が2022年問題だと。だからね、建った時期もドカーンとね、同じ時期にいっぱい建ったんだったら修繕を行わなきゃいけない時期、これもだから被ってくると。これが2022年だって言われてるってね、これが2022年問題です。で、これね、まあ、どこでもね、これ修繕費って別にね、修繕費はそれはどこでもかかりそうじゃないですか。建物である限りね、いつか修繕しなきゃいけないんですけれども、でもこれは困ります。大規模修繕ラッシュは避けられない。修繕費の高騰に対する嘆きは深刻だ。修繕積立金の不足は一般のマンションでも問題となることではあるが、タワマンは設備が複雑でコストがより高くつくっていうことで、タワマン余計問題ってことなんですよね。で、ここからですね、ちょっと修繕費の具体的な問題なんですけれどね、具体的に話していきます。どういう問題かっていうとね、これはこうあります。住宅ジャーナリストの榊篤氏は、この人ね結構有名な人なんですよ。これなんかこういう不動産とかで有名な人です。榊篤氏さんっていうね、住宅ジャーナリストって書いてありますけれどね、この人がいろいろ話してくれてるんですけれども、こうあります。タワマンなど大型マンションは15から18年の周期で、あ、やっぱこっちの記事だとこうなってますね、15からなってますね。さっきだと12から18なんですけれども、まあ、どっちもね、度合いの問題ですから間違ってるわけじゃないですけども、やっぱり18年がマックスって感じなんですよね。18年経ったらね、絶対修繕しなきゃっていうのがあるんですよね。タワマンなど大型マンションは15から18年の周期で大規模修繕を行うのが一般的なので、首都圏では今年多くのタワマンで行われることが予想されますと。で、修繕費で起きてるね、具体的な問題ここからですけれども、大規模修繕は快適に住み続けるためにも、また資産価値を保つためにも不可欠だ。まあそうです、オーナーさんだったらね、自分はマンション買って貸してる人だったらね、オーナーさんですから、そのね、貸し出す物件の価値をね、保つためには修繕しなきゃいけないとね。ただこれがですね、ところが今その費用として住民が拠出している修繕積立金の不足が複数の物件で明らかになっているのだ。で、ここからですね、具体的なね、住んでる人の声なんですけれども、こういった感じで問題があると。これがですね、神奈川県内のタワマンに住む、どこですかね、武蔵小杉かな、わかんないけれどもね、うん、神奈川県内のタワマンに住む40代の会社員は明かす。これがですね、なんて言ってるかっていうと、うちのマンションでも大規模修繕に入る予定でした。ところがコロナ直前に管理組合が公表した修繕費の見積もりでは、積立予定金額を2割以上上回るものだった。組合では括弧約30から42万円の一時金を支払うか、修繕を延期するかで揉めています。結論は出ていない。貯金も少なく、ボーナスは2期連続で2割も減ったので、まあコロナ不況ですかね。一時金を支払う余裕なんてないですよ。てんてんてんって言ってるんですよね。だからまあそうですよ、これ。2割もね、だから事前に言われてた積立金、修繕積立金っていうのはタワーマンションの人はね、毎月毎月こう払ってるわけですよ。で、なんか管理組合かなんか貯めといてくれるんでしょうね。だからね、積立金払ってたのに、これね、何、管理組合が積立予定金額を2割以上も上回る。だから、毎月毎月、例えばですよ。毎月、例えば、1万円払っていたら、だからあれか、マンションは買ってるから家賃はかからないですよね。ただ、積立修繕金を毎月毎月払ってたのに、それじゃ2割足りないっていうね、予定してたものと2割足りないってことだったんですよね。だから2割足りないから、それをもう一回払ってくれって言われてってことですよね。それは問題だと。で、他にもね、他にもこういった声があります。さらに、ついの住処として都内のタワマンを購入した70代の男性は、管理組合が決断した積立金の値上げで経過が狂った。こっちでも値上げが起きてるとね。で、これがですね、2年ほど前それまで2万2000円だった修繕積立金が突然5万円に値上げされました。うー、すごいね。突然5万円に値上げされましたと。これ月額ですからね。確かにこれちょっと記憶ベースですけれども、タワーマンションのですね、積立修繕金だからね、自分でマンション買ってるからね、家賃入れないわけじゃないですか。でもね、積立修繕金っていうのはね、毎月払っていかなきゃいけないんですよね。いきなり請求されてもお金がないって人発生したらね、
なんか困りますからね。だからですね、マンションの場合ね、戸建てと違って、もう建物全部建て直すってことは、住んでる住民のね、全員の決議っていうかね、全員で一緒に、ね、決めなきゃいけないでしょ。だから誰かが足りないとかになったら困っちゃうじゃないですか。だからみんなが毎月毎月積み立ててるんですけれども、マンションの修繕積立金ですか？これがなんか確か僕の記憶ベースだと、平均ね、1万2000円とかそんな感じだったと思うんですよ。東京だったかな。ただこれがもともとですね、今紹介した男性っていうのは2万2000円払ってたと。だから結構いいマンションなんでしょうね。広いマンションなのかわかんないですけれども、高いマンションなんでしょうね。で、2万2000円払ってたにもかかわらず、突然ですよ。それを毎月ね、毎月2万2000円払ってたのに、毎月5万円払ってくれて値上げされたって、これすごくないですか、これ。毎月の額、払ってる額ですよ。しかもね、70代の男性ですからね、もしかしたら働いてないかもしれないですからね。それでね、2万2000円だったら5万円ってきついですよね。で、月20万円ほどの年金収入、あ、やっぱそうなんですね。これさっきの男性ですよ。2万2000円払ってたのにね、5万円に毎月払う額変えてくれって言われたんですけれども、でもこの70代男性ですから、で、月20万円ほどの年金収入しかない老夫婦にとってかなりの負担増です。ってことで、そりゃそうですよね。だって、今から給与が上がるとかそういったことじゃないってことですからね。年金暮らしですからね。で、貯金をはたいての一括購入だったので、ローンはありませんが、手元に現金がない状態が続いています。管理費と修繕積立金、固定資産税などを合わせて、毎月7万円は払っており、妻からは処分して都営住宅に引っ越した方が気が楽と言われました。まあそうですよね、これね。だからもうね、完全にローンとかなくて買ったマンションなんですけれども、なんだかんだね、修繕積立金、管理費、固定資産税とかで毎月7万円出てたと。そこにさらにですね、差額で3万近く増えるってことでしょ？まあ、上がった後7万円なのかな？上がった後7万円か以前7万円か分かんないですけれども、毎月7万円とか10万円とか払うってことになるわけでしょ？ 7 万円払ってて10万円になるのか、まあ、値上がってからね、何？修繕積立金が値上がって7万円か分かんないですけれども、毎月7万円再払ってるわけでしょ？だからね、僕だったらね、もちろん個人のね、好みの問題ですけど、僕だったらね、毎月7万円払わなきゃいけないんだったら、もうね、タワマンをね、売っ払って、そしたらキャッシュも入ってくるし、で、月7万円のね、月7万円でそこそこね、いい部屋に住める、そういった地方都市にね、なんか引っ越しますよね。家賃7万円でね、そこそこいい部屋が借りれる地方都市って結構ありますからね。老後だったらそうするかなって思っちゃいますよね。で、あとね、他の例ではこういったことも書いてありました。日本経済新聞によると、横浜市にあるザ・パークハウス東戸塚レジデンスでは、こう具体的に名前書いてありますね。各住民が負担する毎月の積立金を、嘘でしょこれ。毎月の積立金を 3.5 倍とする決議が管理組合総会で採択された。逆に言うとこれ無事に採択されたんですね。でも 3.5 倍ってすごいですよね。なんだろう。いくらね、もともと積立金払ってたか分かんないですけれども、じゃあ1万2000円払ってたとしたら、一気にですよ、これ。だから4万円とか払わなきゃいけないってことでしょ？すごいな。で、同マンションは2018年に新築分譲されたが、わずか3年で大幅値上げされたと。マジっすか。2018年に経ってですね、3年後にもう大幅にね、積立修繕費が 3.5 倍にされたっていうね。まあ、決議されたっていうからね、とりあえずみんな満場一致じゃないのかな、まあ、過半数なのかな。とりあえず決議はされたらしいですけれどもね。なんかちょっと怒りたくなりますよね。例えばですよ、10年とか20年前にね、決まった積立修繕費だったらね、20年後とかですから、いろんな状況変わるじゃないですか。20年後って言って物価とかいろんなものがね。だからちょっとズレが出るのおかしいね、しょうがないかもしれないですけど、2018年に決めた積立修繕費がですよ、3年後で 3.5 倍にしなきゃいけないってね、これは明らかに決めたやつがおかしいんじゃないかって思っちゃいますよね。でもそういったところに限ってこれ決議でちゃんとね、もうしょうがないから払うかっていうふうになったっていうね。まあ良かったり悪かったりですけれどもね。ちなみにこれですね、全体的なデータ載ってたんでこれも紹介したいんですけれども、国交省の2018年度調査では、1688件のうち、だからこれマンションね、タワマンだけじゃないのかな、これは。1688件のうち、34.8% のマンションが修繕積立金不足に陥っていることが明らかになっていると。って感じですよね。だからね、毎月ね、積立修繕費払ってるのに、結局ですね、3割以上のマンションがそれでは足りないっていう結果になったんですね。当初の予定とは変わっちゃってる、狂ってるっていうね。なんか詐欺じゃんって思うかもしれませんけれども、これね、まあ、見積もりが甘かったっていうのもあると思うんですけれども、見積もりが甘い以外にもですね、やっぱりこれですね、最近のインフレとかも関係してるんですって、なるほどって感じですよね。たださっきの3年で 3.5 倍になれたらちょっとおかしいと思うけどね。ふと思ったんですよ。インフレが原因でね、積立修繕増やさなきゃいけなかったら、なんかちょっとインフレ収まってから修繕するわけにはいかないのかな、ちょっと素人考えで思っちゃいましたけれども。
まあ、これちょっとですね、なんでこういった感じでね、積み立て修繕費が増えるのかですけれども、要因についてこう書いてありました。積み立て金不足の最大の要因は修繕費の高騰だ。桜事務所マンション管理コンサルタント土屋照之は言う。なんて言ってるかっていうと、2000年初頭にタワマン建設が本格化して以降、大規模修繕費のコストは段階的に上がってきている。アベノミクスの公共投資への期待感に湧いた2013年の夏頃と、消費増税に伴う駆け込み需要が起きた翌年、さらに2011年の震災後の復興特需や五輪特需で、現在と15年前を比較すると大規模修繕にかかるコストは2割以上増えているにもかかわらず、積立金の増額の話はなかなか進まないと。だからですね、これ当初見積もっていたね、積立修繕費、これが増える理由ですけれども、だからもう世の中的にね、こう日本が増税、消費税とか増えましたよね。増税とか建設関連の特需が起こったら、そういったのがね、だからまあ修繕費用、建設関係のコストっていうのはなんか上がってしまうってことなんですね。相場が増税とか建設関連の特需が起こると、建設関連のコストが軒並みね、そういった業界のコストが上がってしまうんですよ。高騰してしまうと、それもなんかですね、2割ぐらい上がってしまうんですって。2割結構上がりますよね。だからですよ、これね、まあタワマンが建ってからね、15から18年後に発生する大規模修繕ってことですから、18年前とかにはね、そういったことが加味されていないというか、読めないってことなんでしょうね。あと他にもですね、他にもこれね、修繕費の高騰の原因っていうのはね、まあさっき言ったようにね、タワマンがね、言ったじゃないですか、なんか1997年に規制が緩和されて、2000年頃にもう一気に建ったと。だからもう2020年頃ね、近頃ですけれども、一気にですね、タワマンの修繕が必要になってると。だからね、これどういうことかっていうと、今ね、需要がね、集中してるってことなんですよね。やっぱりこれ、物の値段っていうと、需要と供給のバランスですからね、供給されるものに需要が上回って、なんかね、品不足とかね、供給不足になると値段が上がっちゃうじゃないですか。ってことで今ね、まあ、2022年ね、修繕が集中してるってことなんですよね。だからこう書いてありました。修繕を請け負うインクコーポレーション代表の入江直之氏はこう指摘する。項目別に見ると、値上がりが特に顕著なのは足場。足場は通常、建設会社がリース業者から借りてくるのですが、絶対数が決まってるので、だから足場のね、借りてこれる。だからもう、足場って結構リースするって聞くじゃないですか。でもその足場の数っていうのは絶対数は決まってると。だから需要がね、増えたからって一気にね、貸し出してる足場の数っていうのが増やされるわけではないと。足場には数限りがあるとね。で、絶対数が決まってるので、価格変動が著しく5割以上も上がっていますと。すごいですね。修繕するのに足場を組まなきゃいけないですけど、でもその足場のコストってのは5割以上も上がってると。足場が高くつくタワマンの修繕費は、この15年で30から35% 高騰しましたと。すごい上がってますね。だからね、もうなんか、絶対数、足場のね、絶対数は決まってるから、需要と供給のバランスが特にね、足場で崩れてると。だから、需要過多っていうかね、供給不足になってるんですよね。で、足場はさらにですね、こうありました。入江氏は、足場コストの上昇は今後、ますますひどくなるというってことでしょ。まだまだだからマンションの修繕費が上がる可能性がね、高いってことなんですよ。で、厚労省が定める足場に関する安全基準が年々厳しくなっており、コストを押し上げている。直近では昨年6月の改正で、これまでより高い手すりの設置が求められるようになった。だから足場にですね、高い手すり、高いってのは何ですかね、値段が高い手すりってことですかね。そういった設置がね、もう厚労省が定める基準でそういったことになってしまってるとね。で、結果、足場の設置自体により時間がかかるようになり、人件費が上昇しました。あ、だからあれか、高い手すりってのは別に値段が高いんじゃなくて、なんか、物理的に何だろう、足場があって高い手すりっていうのが必要だと、ちょっとよくわかんないですけどね、そこにつける手すりっていうのが高いところにつけなきゃいけなくなったっていう、そういうふうに変わったとね。で、そうすると足場の設置に、ね、時間がかかるようになったとね。だから結果人件費が上昇してるとね。で、さらに加えて現場作業を担っていた外国人労働者がコロナで入国できなくなり、人件費はさらに高騰しています。だから人件費も高騰してる、外国人労働者がいないから。さらにって来てるんですけれども、まだ行きます。さらに、コロナ禍の影響は他にもあり、原油高騰やコンテナ不足で修繕に必要な塗料やタイル、パネルなどの価格も3割増しになってるとか。すごいですね。もう散々ですね、これ。だからね、もともと言われていた2022年に集中するって言ってましたけれども、だからそれね、集中するから値段が上がるだけじゃなくて、もういろんなですね、ありとあらゆる理由から今ですね、マンションの修繕費、まあこれだからね、タワマンに例えると修繕費ですけれども、もうだから建設関連のコストが軒並み上がってるってことなんですよね。やべえなとね。で、
これもね、大問題なんですけれども、これね、だから修繕費を値上げするっていうことになるわけじゃないですか。そしたらね、起こる問題っていうのがあって、次に起こる問題。これもね、大問題なんですけれども、どういった問題が発生するかっていうと、修繕費が上がると、こういった問題です。築8年目のうちの物件では、今年、修繕費の値上げに関して、これはまだ修繕積立金のことでしょうけれどもね、修繕費の値上げに関して、全戸対象の住民投票を行うことが決まりました。改定案では1立方平方メートルでいいのかな、1リューベイかなんかでしてね、1リューベイの単価が 1.5 倍の約300円になり、到底納得できません。だから積み立て修繕費が一気に 1.5 倍になったと。マンションを買ってから8年目にね、到底納得できません。反対派と賛成派、それぞれの組合理事が票の取りまとめに動いているのですが、住民同士の立ち話でもそれとなくどっち派なのか探ってくるような人がいたり見えない分断を生んでいる。ほら、住んでる人たちの分断が起きるとね。で、互いの主張を否定する怪文書や匿名のチラシが投函されたりして気味が悪いです。嫌ですよね。自分が住んでるところで、自分が住んでる人たち同士で怪文書を入れてくる人たちも発生してるってことなんですよね。で、果たして解決策はあるのか、土屋氏は言う。これが何て言ってるかっていうと、修繕計画の多くは管理会社が理想的に描いた内容、全てを必ずやらないといけないわけではありません。メリハリをつけた計画にすることで、積立金の残高内に抑えることも可能です。あ、そういうことか。だからね、修繕費を上げなきゃいけないってね、管理会社が言ってるのは、高い修繕費をね、さっき言ったなんか 1.5 倍とか 3.5 倍とかね、そういった修繕計画、だから新たに組まれた修繕計画ですね。新たに組まれた値上げされるための修繕計画、これはですね、全部が全部じゃないかもしれませんけれども、管理会社がですね、理想的に描いた内容になってる場合もあるんで、だからね、それのね、全部をね、やらなきゃいけないわけじゃないんで、そのね、値上げされた修繕費っていうのは、なんか何もかも含まれてる場合があると。だからね、場合によってはですね、新しくね、管理会社が言ってくる、だから今までね、例えばでしょ、2万円だった管理費が、いや、これ4万にしなきゃもう無理ですって途中でね、言ってくる管理会社が。これは全部が全部やらなきゃいけないわけではないと。だから、もうちょっとね、4万円って言ってきたからって、いろいろね、内訳を見ていくと3万円で実は良かった場合もあると。そういうふうに言ってるってことなんですね。で、これね、やっぱりね、だから、言い方ね、はっきり言ってしまうと、だから自分がね、2万円積み立て修繕費を払ってたのに、途中からですね、管理会社がですね、4万にしなきゃいけないってね、言ってきた場合、例えばの場合ですよ。場合、本当にこういったこともあるみたいです。だからそんなに高くなくていいはずって場合もあるみたいで、こう書いてありました。都内のタワマンの管理組合を長年勤めていた理事長は、住民からの信頼も厚かったのに、管理会社の大規模修繕計画に否定的な態度をとっていたところ、緊急動議で解任されてしまった。実はこれには裏があり、不信任案に票を投じた理事は、管理会社の息がかかっていた。管理会社傘下の工事会社は、儲けのチャンスなので、さもありなんですが、管理会社からのキックバックで生活している理事もいるというのがすごいな。都内のタワマンで3年前まで理事を務めていた男性40代も言う。ある時、理事一同がイタリアの有名家具ブランドからイタリア料理のフルコースに招待された。のこのこ出かけていったら、共用部のロビーやラウンジの家具をすべてうちで新調してという商談でした。見積もりは2000万円超で到底予算に合わず断りましたが、よくある話のようです。管理組合に丸投げでは搾取されるばかりであるっていうことで、全部が全部じゃないでしょうけれどもね、積立修繕費を値上げって言われても鵜呑みにしない方がいいと、ちゃんと内訳を見ていった方がいいとね、そういったことなんですよね。なんかね、これ僕ね、僕からするとなんかちょっと都市伝説みたいでしたけれども、これね、不動産ジャーナリストの先で坂木さんが言ってるんで、もう本当にこういったことあるんですね。だから積立修繕費が不当にね、値上げされてる場合もあると。まあね、全部が全部じゃないでしょうけれどもね、皆さんちょっと気をつけましょうって話ですけどもね、なんか嫌ですね、こういうのね。はい、ということですね。まあそういったね、陰謀もあってもなくてもタワマンっていうのはですね、これ、やっぱりさっき言ったようにね、積み立て修繕費を値上げしますって時はね、これ、だからまあ、不当に値上げしてなくても実際にね、高騰してるわけですから、値上げしなきゃいけないと思うんですけれども、これね、値上げして修繕するにはですね、もちろんこう、住んでる人のね、みんなの合意をね、取れないといけないわけじゃないですか。でもね、これ問題が出てるのはね、やっぱ最近ね、こういったね、修繕積立金の値上げっていうのがすごい多発してるんで、合意が取れない場合も多々ね、出てるみたいで、これがね、問題になってるんですけれども、こんな感じみたいです。さらに、管理組合で修繕費の値上げを発議したとしても、うまくまとまらないことが多い。住人数が多い上、低階層と高階層の住人の生活レベルに下がることに加え、投資目的で所有していて、そもそも住んでないので、どうでもいい。次の住み方する気はないので、住んでるうちだけ持ちこたえてくれたらいいという人が一定の割合を占めるためである。
修繕費の頭を抱えるタワマン住民は今後も減ることはないだろうと。確かにそうですよね。もうボロボロになっててもね、別にいいやっていうね人もいれば、いやね、価値を保って常にね高い家賃で貸したいって人もいるし、でしかも今あったように高階層と低階層ではかなりね買った時の値段っていうのも違うんで、まあ、所得もだいぶ違うからね、なんかまあいろいろ発生しますよね。うん、まああとですね、実際にですね、今度ね、実際にじゃあ今度修繕しなかったらどうなるんだっていうパターンもちょっと書いてあったんで、これ紹介していきます。これね、もう別に修繕しなくていいよって人ね、もいると思うんですけれども、じゃあどうなるかっていうと、実際最近では危険性の小さい外装のひび割れは修繕しない物件もあるという。しかし、榊市からはこんな警告も。都内の湾岸エリアのタワマンは強い潮風でパネルの間を埋めているコーキング材の劣化が早い。修繕費を抑えるためにこうした部分の修復を怠ると内部に塩水が染み込み取り返しのつかない事態になることもあります。だから建物が取り返しつかないぐらいね傷んでしまうことがあるということなんですね。負担金の増額を回避できたとしてもどこまで直すかをめぐって住民の分断は回避できそうにないってね感じますね。はい、ということで大体こんなところで、最後にねタワーマンションに住んでる人の実際の生の声を一部紹介して終わろうと思います。はい、これがですね、正直購入した当時は修繕費が上がっていくことまで深く考えていなかったですし、周りにそういう人は多いですね。これはね、どういう人かっていうと、田中さんっていう仮名ですけれども、都内某タワマンに住むデイトレーダーをやってるとね、なんかお金持ってそうですよね、わかんないですけれどもね。はい、次、老後まで住む気ですか、はてな、もちろんないです。もし大停電にでもなったら階段登れないでしょう。あ、だから年を取ってる時に大停電とか起きたらタワマンでなんかまずいだろうって、階段登れないとかね。リタイアまで都心で豪勢に暮らして、その後小さな戸建てでも買うつもりです。これはですね、林さんっていう都内某タワマンに住んでいる保険の代理店勤務してる人ってことでね、なんかまあちょっとお金持ってるんでしょうね。次ですけれども、まとめとしてね、意見は三者三様とはいえ、刹那的とでも言えばいいのだろうか、あくまで仮の住まいとしてタワマン生活を楽しんでる声が多く聞こえた。困ったから引っ越す、老後まで住む気はないと言い切れるのは資金繰りに余裕がある証拠かっていうね、そんな感じですね、まとめとしてね。あとですね、これ他の記事でもね、無理してこれタワマン買って、なんか今日の話みたいにですね、これ普通のマンションよりこうタワマンのね修繕費がやっぱ結構かかるので、なんか悲惨な目に遭ってるみたいなね、そういった人たちの記事もね結構見かけたんですよ、今年になって結構見かけましたね。はい、ということで、タワマン住んでる人大丈夫かっていうね話は以上です。これね、僕の周りとかでもね、タワマン住んでる人とたまにいて、なんかね、まあタワマンだからきっと今でもね人気なんでしょうね、これね。なんかね、僕の友達のねタワマン住んでる人ですけれども、話聞いたらね、なんか自分はタワマンとかじゃなくてよかったんだけれどもね、エレベーターね時間かかるから、なんかね、友達は結婚した奥さんがどうしてもね昔からねタワマン住むの夢だったんだっつってね、奥さんはまあ働いてないんですよ、子供いないんですけれどもね。でなんか奥さんの、まあ、専業主婦なんですよ、なんだろう、専業主婦をディスってるわけじゃないですよ、でも子供いないけれども専業主婦ってなんかちょっとね僕の場合からちょっとうーんって思っちゃうんですけれどもね。だから友達がねタワマン住んでるんですけれども、男友達がね、でなんで住んでるかって言ったらね、奥さんが昔からタワマン住みたいのが夢だったと、でタワマン住んだんですけれどもね、なんかねちょっとね、そんな奥さんと結婚して大丈夫なのかなって思ったんですけれども、うん、まあなんすかね、独身のねこう紐の男の強しのちょっとひがみっていうかね、そんなところでしたはい、今日は本当これ以上でございます。